皆さん改めて日本語でこんにちは。皆さんは日本語を勉強してどれぐらい時間が経ちましたか？6年ぐらい。私の日本語で大丈夫でしょうか？まず簡単に、それでは今ご紹介いただきました難波です。まず私をこちらに招いていただきましたサイバー、韓国外国語大学の、先生方、どうもありがとうございました。今日は、私の拙い話ですけれども、このような、これまで私が先ほどご紹介がありましたように、いろいろな研究をしてまいりましたけれども、主にこのようなことを話してみたいというふうに考えています。一つと大きく分けて2つ話をしますけれども、1つ目は、OUS 日本語教育システムの紹介。この OUS というのは一体何かと言いますと、大阪ユニバーシティスタンダード、大阪大学のスタンダード、大阪大学が勝手にやっているというわけではありません。大阪大学は、日本語のスタンダードに沿った、教育をしてみたいなというふうに前から考えていまして、そのシステムを今開発しています。一つ目は日本語のスタンダードについてお話をして、そして、日本語には、皆さんは今どれぐらい勉強しましたかと聞きましたけれども、初めの初級から、例えば日本語能力試験1級以上、超上級ですね、までいろいろなレベルがあると思いますけれども、大きく分けて初級の基礎日本語教育と、それから専門の日本語教育、これは大学の中で、日本語を使って勉強するためにどのような、力が必要かということについてお話をしたいと思います。それからもう一つ、OUS における IT の利用と言ってますけれども、これは、この大学は特にサイバー大学ですので、我々よりずっと進んでいると思いますけれども、私どもの大学でも、IT インフォメーションテクノロジーですね、の、利用を進めています。それで、そのことについてちょっとお話をしたいと思っています。私は特に、一番下の、IT の利用という点で、この OUS の開発に携わっています。上の3つについては実は、私自身がやっているというよりは私と一緒に研究しているスタッフがやっていますので、今日は紹介という形でお話をしたいと思います。それから2つ目、大きな2つ目ですけれども、初対面会話における話題管理というお話です。これは、日本語の教育そのものではありませんけれども、日本語の教育だけではなくて、外国語あるいは、外国語によるコミュニケーションについて、いろいろな、知識あるいは示唆を与えてくれるお話になるかと思います。それでは早速、簡単な自己紹介を、してみたいと思います。これは何でしょうか？心理学のテストではありません。これは、地図ですね。私たちの世界は、普通私たちは北が上、南が下というふうに考えています。しかしオーストラリアの人はこんな地図を使っています。つまりオーストラリアがいつも下なのは許せないので、オーストラリアを上にしたい。もちろん本当に使っているわけではなくて冗談で使っているんですけれども、このような地図で見てみると世界というのは少し変わって見えてくるんじゃないかなというふうに思います。こうやって見ると私たちの国はこの辺りに一緒にあるように見えますね。それで私は先ほどお話がありましたように広島という町で生まれました。皆さん広島というとイメージは、原爆だというふうな、イメージがあると思いますけれども、今はとても美しい町になっています。ユン先生も、広島のことはよくご存知でしょう。私は広島で生まれ育ちまして広島の大学に行っていました。で、大学生の時に、留学生、これは韓国からの留学生の人たち、それからイギリスからの留学生の人たちが同級生にいましたので、その人たちにチューターとして日本語を教えないかというふうに言われました。するとですね、私は日本人だから日本語が教えられると思っていたんですけれども、そんなに簡単じゃないということがだんだん分かってきました。その頃、私は、大学の、卒業論文の研究として、じゃあ習得論の研究をしてみよう、
私が教えてもどうして上手にならないのかな、教えるのが悪いのか、いや学ぶ方法が悪いのか、どちらか確かめてやろうと思って、習得論、つまり、勉強の仕方についての、研究を始めました。そしてその頃はみんな、習得論の研究というと、まず作文や会話などで、どこを間違っているかを確かめてみようということを研究している時代でした。これは、今から何年前かは本当は言いたくないですけれども、今から30年前の話です。でちょうどその頃、今からちょうど30年前になりますけれども、J.B. ネウスタプニーという、どこの人でしょうか、当時はチェコスロバキア出身の、日本語教育の、有名な先生がいます。その先生の本を読んで、私は非常に感銘を受けました。そこで言っていたことは後でお話をしますけれども、その先生はちょうどその時、オーストラリアのモナッシュ大学、皆さんモナッシュ大学っていう名前はあんまり知らないですよね。聞いたことがない。オーストラリアというと知ってるのはコアラ、いや違いますね、シドニーは分かります。じゃあクイーンズランド分かります。メルボン、あ、聞いたことがあります。モナッシュ大学はメルボーンという町にあります。そして、オーストラリアのメルボーンにあるモナッシュ大学というところで、ネウストップニ先生は教鞭を取っておられましたので、私は行きたいなと思っていたら、なぜかそのネウストップニ先生から電話がかかってきて、いや、自然にかかったわけではありませんけれども、私が頼んだからかかったんですが、オーストラリアに来ませんかと言われて、オーストラリアに行くことにしました。若いので決めたらすぐ行く、皆さんも若いので決めたらすぐ行くと思うんですけれども、チャンスがあったら行きたいと思っていたところなので、メルボルンに行きました。そこではその頃盛んに接触場面の研究という研究がなされていました。接触場面、接触、お互いにタッチするわけではありません。私たちは普通、皆さんだったら韓国語をベースにお話をしていますけれども、日本語を勉強していると日本人と接触する場合が多いですよね。で、皆さんもよくわかると思うんですけど、自分の国の言葉で話している時と外国語で話している自分は性格が違う、そうじゃありませんか。ですね、韓国語だったらいつも陽気なのに、日本語だったら急に静かな人になる、そういうことはありませんか。そして日本人と話していて急に字が出てしまって、はぁはぁと大笑いをすると、あ、何々さんってこんなに明るい人だったんですかってびっくりされる、そのようなことがあるかと思います。それから私たちは日本語の授業を受けていますけど、皆さんの、サイバー大学ですから学校で勉強するということはあまりないかもしれませんが、過去にあるいは現在も、日本語の勉強を誰かとする、教室ですることもありますよね。そうすると日本語の教室ってどんな感じでしょうか。静か、いえ、みんな笑っている、泣いている、怒っている、どれですか。大抵ですね、日本語のクラスは普通のクラスよりよく笑っていませんか。あ、例えば、あ、キムさん、キムさんの服は赤いですね、あ、そうですね、はぁはぁはぁって、何が面白いのかよくわからないけど、よく私たちは笑います。つまりそういう時は外国語で話していることが負担になって、他のことをコントロールできなくなっている場合が多いんですね。ですから、私たちは言葉だけに集中すると言葉以外のところがコントロールできなくなってしまう。それからこんなことありませんか、言いたくないことをよく言う。趣味は何ですか、趣味特になくてゴロゴロしていることだけど、でも日本語で言うのは大変です。大抵ゴロゴロしていますを初級で言うのは難しいですから、テニスです。でもテニスしたことないけど、テニス、その後テニスですか、僕も好きなんですよと言われてすごく困った経験がありませんか。そのように言いたくない話をつい言ってしまう、そのような接触場面というのは、私たちは自分たちの言葉でも、それから日本語なら日本語、外国語でも
どちらのルールにもないようなルールを改めて作って話してしまうということがよくあります。このような、新しいルールを作りながら話している場面というのを研究し始めたのは、実はこのオーストラリアのモナッシュ大学というところです。で、そこでは言語調整理論というのを先ほど言いました、ネフストプニ先生が、主張されていました。なぜ感銘を受けたかというのはもう今皆さんにお話しした通りですけれども、その接触場面の大切さというのを見つけたというのは、私たちは実は実感としては分かっていますけれども、それを見える形で示してくださったのはネフストプニ先生です。そしてもう一つ面白いことをおっしゃっていました。それは何か。語学を勉強するときには私たちは何が一番大切ですか、聞いてみようかな。どうですか、何が一番大切、赤い服を着ている何が大切ですか。急に当てられるとは思いませんでした。ごめんなさいね、講演だから聞けばいいと思っていたかもしれませんが、私の授業は大概このようにインタラクティブです。じゃあ考えておいてください。じゃあ後ろの彼、何が一番大切ですか。文法、文法だと思います。最もです。じゃああなたいかがですか。あ、そうです、赤いセーターを着てらっしゃる、スカーディガン着てらっしゃる。コミュニケーション、最もです。来るかな来るかなと思っていたあなた、いかがですか。わからない。じゃあ考えておいて、考えましたか。会話、会話、最もな答えがよくきますね。一番大切なのは文法だ。当然です。文法なかったら私たちは話せません。でも文法を勉強しますか。特に、韓国語が母語で日本語を勉強している人、私は文法マニアですっていう人、ちょっと手を挙げてみてください。あ、いますか。日本語の和について3年間研究しています。そういう人もいるかもしれません。確かに、文法大切です。コミュニケーション言いましたよね。コミュニケーションも大切ですよね。でもコミュニケーションって何でしょうか。よくわかりません。コミュニケーションの正体は一体何かっていう話は後でするとして、実は私たちが話をするときに一番大切な、一番相手に影響を与えていることは何なんでしょうか。実は言葉ではないかもしれないんですね。例えば仲がいいときはいいんですけど、他人と喧嘩するっていう場合がよくあります。喧嘩するときに相手に一番影響を与えることは何でしょうか。表情。あ、いや穏やかですね。でも表情というのはですね、どうですか、私今どんな表情。よくわかりません。考えてみると表情はどう解釈されるかわかりませんよね。一番相手に影響を与えようと思ったら一番得意な人いるかもしれません、この中で。私は友達になりたくないですけど、得意な人いますか。それは相手を殴ることです。一番影響を与えられますよね。そうですね、一番影響を与えられます。次に影響を与えるのは悪口を言う。悪口を言う。あなたバカですね。無表情に言ってみてください。あなたバカですね。なんか言いましたかっていうふうになります。でもちょっと先ほど言った表情、表情を作りながら言ってみてください。あなたバカですね。すごく効果がありますよね。だからあなたバカですねって言うとあんまり効果がありません。つまり言葉はあまり効果がないんですね、相手に。そうじゃなくて一番効果があるのは当然相手に影響を与える行動をすることです。次に影響があるのはどのような方法で言うかですね。どんなにひどいことを言ってもニコニコしながら言ったらあんまり効果がないかもしれません、ね、私もよく言われますけど、生先生よくハゲだって言われませんかって言われて、そうだよって言いますけど、それ笑って言うから許せるんですけど、それを真顔で言われたら許せないかもしれません。そのように、面白いのは実際に行動することが私たちのコミュニケーションの上では一番大きな影響を与える。それは今言ったのはちょっと、冗談めかして言いましたけれども、例えば日本に行って行ったことがある人もたくさんいると思いますけど、例えばタクシーに乗ります。
びっくりしませんか？どこがびっくりしますか？ドアが開くですよね。あれもタクシーが実際コードを押してくれてるんですよね。ドアが勝手に開くからなんかぶつかりそうになりますよね、乗ろうとして。でどこに座りますか？後ろに座りますよね。ソウルでは、まあ、運転席以外どこでも座ってもいいと思うんですけれども、後ろに座りますよね。でも私オーストラリアに行った時にびっくりしたんですけど、オーストラリアでは隣の助手席に座らなければいけないんです、一人だと。そうじゃないと敵意を持ってると思われます。あ、そう、敵意というのは大げさですけれども、距離を置きたいんだなって思われて、特に男性同士だとドライバーの隣に座る。まあ、最近はねちょっと犯罪が増えてきてですね、隣に座るというのも都会では減ってきましたけど、田舎ではいまだに、はい、まい、隣に座らなければいけません。そのように、実際行動が私たちの、コミュニケーションの中の大きな割合を占めていて、そして社会言語学的行動というふうに言ってますけど、社会言語学的な行動、つまり表情を作ったりとか丁寧語を使ったりとかっていうことがその次に影響力がある。そして一番影響力がないのが文法だ、残念でした、というような、お話をされました。これは私は非常に感銘を受けました。今まで考えていたのは文法のベースの上に社会言語学的な表情とか丁寧語とかをつけて、そしてさらに適切な行動をすればいいというふうに考えていたんですけど、適切な行動がなかったら会話はゼロという話はとても新鮮に聞こえました。簡単じゃない自己紹介ですね。それから私は、日本に帰ってまいりました。しばらくして日本に帰ってきて、日本、これ何ですかね、千葉、千葉といえば成田空港ですね。皆さん一番に思い浮かべる成田空港、でも千葉には東京ディズニーランドがあります。千葉なのに東京ディズニーランド、千葉には千葉と言いたくない気持ちがあるんです。なぜかというと成田空港は正式な名前は東京国際空港です、ね、私は千葉大学というところに行っていたんですけれども、千葉大学も、ね、新東京大学という名前にしようかという冗談がありました。それはともかく、そこで日本に帰ってきてからは、そのような、どのような学習者の人たちが行動するか接触場面の研究をしていると、一人で私たちは行動するわけではありませんね。私たちが何かを行動しようとしたら相手がいますし、どんな場所で行動するかによって私たちは行動が変わります。皆さんはこの教室にいるから今ちゃんと座っていますよね。これが、例えば今ビデオで撮ってますが、ビデオの向こうで見ている皆さん、どのような格好で見ていますか？私はビデオに向かって話しています。そうすると、今ビデオの向こうで見ている皆さんは多分、ベッドに寝転がっていた人は立ち上がって椅子に座るでしょう。でも皆さんはこの部屋の中でこの部屋にいるからちゃんと座っています。そうですね、そのように、環境によって私たちの態度は変わります。それから、学習というのも言語学習というのも私たちがどのような環境で行うのか、あるいはどのような人と付き合うのか、そしてどのような方法で勉強するのかによって大いに変わってきます。皆さんには、日本語を勉強する上でいい友達がいますか？いないんですか？いや、一人以上いる。最近はですね、必ずしも直接知っていなくても友達になれます。 Facebook だとワンクリックで友達になることができます。 Facebook の友達が一人以上いる人、あ、増えましたね。このように、友達とても大切です。それから、私はこの人のようになりたいという人はいますか？私が目標とする人、いますね。どんな方？通訳の人、友達ですか？それとも先輩？先輩、ね、先輩、いいですね。いい答えです。先輩でこのような人になりたいなっていう人もいますよね。難波先生のようになりたいという人はあまりいないと思いますけれども、このような人になりたい、将来こうなりたいというモデルがとても大切ですね。このように、学習をする上ではただ単に、どのような行動をするかということだけではなくて、それを学ぶことを
可能にする環境がとても大切だというふうに考えて、私は学習者ストラテジーということについて研究していました。それを可能にしてくれたのは、オックスフォードっていう人です。レベッカ・オックスフォードっていう、これはハワイに住んでいる先生ですけれども、学習者の心理行動ということについて、研究をして、どのように私たちはまず日本語を勉強しようと思ったきっかけは何かということも関係ありますよね。どんなきっかけで皆さん日本語を勉強するようになりましたか。最近聞く一番多い日本の大学で聞く動機はですね、試験の点数が悪かったのでっていう人が多いんですけれども、そうですか。皆さんはどうでしょうか。この学校が好きだから、音楽が好きだ、あ、音楽ね、音楽が好きだから、そういう人もいますね。ラルカンシア、ちょっと古いですね、が好きだという人もいるかもしれません。 X ジャパン、あ、もっと古いですね、そのような、人が好きだ。これは日本語、日本にいる人も今、ね、韓国語を習っている人は非常に増えています。それも同じですね、韓流アイドルにと話がしたい、ぐんちゃんと話がしたいという人はたくさんいます。うちの家内を含めて。それで動機づけはただ動機づけなんですけれども、動機づけはその時だけじゃなくて続かなければいけませんよね。続けることが大切です。どうやって皆さん自分を続けさせていますか、その動機を。いや、もうないっていう人はここにいないでしょうから、ね、どうやって動機を続けるか、それは皆さん一人一人工夫していませんか。どんな工夫をしていますか。あんまり工夫してない。いや、例えばここまで覚えたら飴一つ食べ、飴じゃないですね、ここまで食べたらエビせんべい一つ食べたい、そういう子供みたいなことから、ここまで買ったら自分へのご褒美としてルイ・ヴィトンのバッグを買おう、あ、これは大人っぽいですね、そのような自分に褒美を与えるような目標を立てたりしませんか、ね、いろいろなことで私たちは動機を続けようというふうに考えます。このような動機を続けるということはすごく大切だということがここで分かりました。その後また数年して私は大阪に行きました。今は大阪大学というところにいます。大阪大学は非常に大きい大学で、日本で国立大学の中では一番大きいと言われています。何が大きいのかよく分からなかったんですが、人数が多いという意味らしいです。2万7千人ぐらいの学生が学んでいるそうです。いや、全員に会ったことはありません。で、大阪で今どのような研究をしているか、そして教育をしているかについてはこれからお話をしたいと思っていますが、ここでは主に、今までやってきた研究をもとに実際に教材を作ったりカリキュラムを作ったり、それから、ここで、もやっていられるような、教育へ、私は一方でコンピューターも好きなので、コンピューターあるいはウェブを使った教育について、いろいろと研究をしています。ずいぶん長い簡単じゃない紹介になりましたけれども、いよいよここからが本題です。しかし、今日は皆さん、日本語を勉強している方が、ほとんどですので、実はこれから話すお話は日本語を勉強している人にも役に立つと思いますけど、むしろ、日本語の先生方の方に役に立つかもしれません。私たちが今、ここまで4年間かけて新しい、全く新しい日本語の教育システムを、考えてきました。今まで私がお話をしてきたような、ことも含めて、接触場面の話、それから学習者の心理のことも含めて、さらに、教授法を新しくしようということで、新しいシステムを考えました。しかしそこには、それだけではなくて大きな課題がありました。それは何かというと、ここです。1-1で日本の大学で求められる日本語能力のスタンダードはどれぐらい。皆さんもこのことはちょっと興味があるかもしれません。日本の大学に行ってみたいなとか思ってる人いますか。いない。もう行く必要ないですよ。今日来て思いましたけれども、とっても立派な大学なので、うちのキャンパスに来たらがっかりするだろうなと思っています。日本の大学でどのような勉強しているかにはただ興味があると思います。で、日本語の大学で求められる日本語の能力はどのぐらいなんだろう。そしてそれはですね、実は今世の中はすごく狭くなりまして、留学というのをしたことがある人、したいなと思っていることがある人、
したいなと思ったことがある人は、ね、この あまりいないですかね、いますね、留学したいと思っている人はたくさんいると思います。別に日本じゃなくてもいいです。アメリカでもいいしですね、アフリカでも構いません。どこでもいいんですけれども、そうすると例えば大学から大学に、私たちの場合は、留学生を引き受けるセクションにいますので、どんな大学から来た学生さんはどれぐらいの能力があるかというのをいちいちテストをして測らなければいけなかったんですね。で、そのことが問題になりました。なぜ問題になったかはこれを見ていただくと分かります。現在大阪大学に在籍する留学生は101の国と地域から1924人、これは5月一番少ない時ですから、10月からは多分2200人ぐらいになると思います。2200人の学生さんを相手にテストを一人一人やっていたら、私たちは寝る時間がなくなってしまいます。ですからどうしてもどのような日本語の勉強をしていたかという経歴が分かる、ある程度分かることが必要だ。そして私たちも、私たちの日本語の授業をここまで受けたらこれぐらいの能力になっていますよと証明してあげないといけない。大体ですね、今大阪大学に1年間留学する学生さんというのが、大体300人ぐらいいるかと思います。そういう学生さん来て、で自分の国に帰った時に、大阪大学でどれぐらい日本語が上手になったんですか、ちょっとって言われるとがっかりですが、どれぐらいかっていうのを証明してあげなければいけなくなります。逆にですね、このように、ちょっと見ていただくと分かりますが、この、4年間ですね、私たち研究を始めてから4年間でも、留学生数は600人も増えています。それでこんなことになります。これは大阪大学だけではありません。去年皆さんもご存知のように大震災があったりしてですね、留学生の人たちは一旦減ったんですけれども、また増えています。で留学生が増えているんですけれども、私たちは増えているからといって、ちなみにですね、4年前から600人学生さん増えたんですけれども、先生の数は1人減る予定です。つまり先生の数は同じか減る状態なのに、質は確保してあげないといけないという矛盾が、そうですね、矛盾コンフリクトが起きます。そのために、どうしたらいいかということで、新しいカリキュラムデザインと、それからリソースというのは教材のことです。教材を、作ろうということで、これややこしいこと書いてありますけど、簡単に言うと日本の政府からお金をもらいました。結構たくさんくれました。それで、いろいろなことを考えてみました。私たちどんな環境にいるのかな。さっき言った学習環境です。そうすると、日本語の私たちが持っている学生さんのレベルは0から一番上、日本語能力試験1級以上の人までいろんな人がいます。そして日本の国内で教えていますから、一番有利ですよね。外に出れば日本語を話している人はたくさんいます。ただし大阪ですから、日本語の教室で習ったのが全然役に立たないという苦情もよく聞きます。で、先生、ノーはいいえだと聞いていたんですが、大阪ではちゃうですか。そうやそうや、そうやそうや自体がもう大阪弁ですよね。はいじゃなくて、そうやそうや。で、いけませんはあかん。で、そういうことはですね、でも考えてみればそんなに教える必要がないんですね。すぐ覚えます。ですが日本語環境ということは、とても有利なことです。そしてもう一つですが、大阪大学は大学院生の数が学部生の数とほぼ同じ、大学院生が多い大学、研究型大学というふうに呼んでいますけれども、忙しい大学院生が多いんですね。大学院生は忙しいんです。皆さんもすごく忙しい毎日送っていると思いますけれども、研究で忙しいということで、大学の中でですね、一番大切なことは日本語を話すことでは当然ない。自分の研究がうまくいくことですね。だから日本でも自分の研究がうまくいくためには日本語ができないとダメなんですね。なぜか、そのことは後で話します。そして、このような、教材を作ります。そこでこの CEFR というのがあるんですが、これはどうでもいいことです。次にちょっと話しますけれども、CEFR って何でしょう。これ CEFR と読むんですけれども、こういうことですね。Common European Framework of Reference for Language。 なんでしょうね。
つまりヨーロッパの、言語の共通の参照枠、つまりヨーロッパの国の中ではこのぐらいのレベルの人はこのぐらいのことができなければいけないよっていうのをヨーロッパ共同体 EU ですねを作るときに決めた。そのことが大体今から10年前ですが決めたんですけれども、そのことが今世界の標準になりつつあります。で、私たちもそれのことをちょっと参考にして自分たちのスタンダードを考えてみよう。実は日本国内あるいはアメリカ、いろんなところでこの CEFR を参考にして大学は言語のレベルを統一しようという動きがあります。アーティキュレーションと言いますけれども、でもよく考えてみたらですね、レベルを揃えるためのだけに使うにはこの CEFR はもったいない、いいことがたくさん書いてあるんですよ、と言って見せますが、これ読むのは大変なので今日は読みません。でも一番下を見てみると、非常に具体的で端的なコミュニケーションニーズを満たすためによく使われる日常的表現や基本的言い回し、分かんないですね。簡単に言うと、いいですか、いいです、おいしいです、行きましょう、します、難しいです、できませんなどができたらここは OK、 A の1、つまり A の1は一番簡単、そして一番上は聞いたり読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解することができる、つまりペラペラということですね。つまり、この下から何上までできることが、このようなことができます、このレベルだったらこのようなことができますというのをとっても具体的に書いてあります。これは単にスタンダードを作るために使うのはもったいないので、私たちが、教育の内容を考える上で参考にしようというふうに思いました。で、ヨーロッパ参照枠ではこのように A1 から C の2っていうふうに分かりにくいレベル分けをしているので、いや、これには意味があるんですけど、でも A の1って言われてもよく分かんないですね。地下鉄の入り口みたいですので、私たちはそれを、私たちの授業を作るときにはこのような番号に変えました。100から600、数が増えれば増えるほどよくできる。あ、これ単純でいいですよね。なぜ100なのかは考えないでください。1だとつまらないからです。さて、これはいいです。このような、実は今言ったようなディスクリプション、記述って言いますけれども、それはこのような細かい記述でいっぱい書いてあるんですね。読むの大変なので今日は飛ばします。まあちょっとね、今日お話しするのはこの、2箇所だけについて簡単にお話をしたいと思います。これが私たちが実は大阪大学で教えている授業のすべてを見せたもの。よくわからないかと思いますけれども、こっちはヨーロッパ参照枠で、こちら側が私たちの番号です。ジャパニーズ100、ジャパニーズ200、ジャパニーズ300。これらは基礎日本語といって、総合的にすべてを教えます。話す、聞く、読む、書く、話し合う、全部一つで教えます。ただし、漢字とカタカナ語、カタカナ嫌いだっていう人いますか？もうそんなレベルじゃないよっていう人いるかもしれません。でも今でもカタカナ忘れる時がある。ありますよね。なんかちょっとハングルに似てますしね。書きにくいんですけれども、そのような、カタカナ語だけは別に教えますけれども、全部一緒に教えます。しかし、B の2から上になると、総合的に教えるものもありますけれども、このようにプレゼンテーション、アカデミックオーラル、アカデミックライティング、それから社会科学系日本語というふうにそれぞれの専門に分かれます。アカデミックな活動をするためにどのような日本語が必要か私たちは研究をして、そしてその分野ごとに基礎的な能力をつけていただく授業をすることにしました。じゃあ、行き過ぎましたが、ちょっと基礎日本語についてお話をしたいと思います。先ほど言った基礎日本語というのは100から300まで、実はここまで私たちは同じ原理で教えようと思っています。基礎日本語、こういうことをスローガンとして教えようとしています。自己表現活動中心の基礎日本語教育、かっこいいですね。漢字がたくさん並んでいて、でその下にカタカナでマスターテキストアプローチというふうに名前をつけました。どういうことなのか、どんなことでしょうね。重要と再構成、そのためのマスタリーラーニング、なんか新聞の広告みたいな、タイトルがいっぱい並んでいますけれども、これは どういうことかというのをこれから簡単に説明したいと思います。それから、そのために新しい教材を、開発しました。
私今日本を売りに来たわけではないので買わなくても結構ですが、このように、テーマで学ぶ基礎日本語という、英語で言うと、New Approach to Elementary Japanese という、教科書を作りました。定価1905円です。でこのことについてちょっとお話をします。自己表現活動を中心の日本語教育はどんなものなんでしょうか。じゃあ具体的に見ていきましょう。これは、健全な日本語習得を進めるための日本語習得指導ロードマップって書いてありますけど、言い方難しいんですが、簡単に言うと私たちが日本語をすんなり分かりますか、簡単に上手になる方法は何かを考えましょう。そういうことです。二つ目、これは言語辞典以降の体系的なプログラムを含む言語技量カリキュラム。どういうことかというと、じゃあ自己表現だけしたら、自己表現っていろいろありますよね。皆さん自己表現どうやってやる？私はこんな人間だというのを表すためにどうしますか？アピールしてくださいって言ったらどうする？歌うとか踊るとかいろいろあるかもしれません。どのような方法を、使えばいいのか。しかしこれは語学の教育ですから、語学のための基礎的な力もつけなければいけません。歌うだけではダメです。そして、もう一つの特徴はパフォーマンスのモデルテクスト。これは私たちはある文を真似しているうちに上手になるという考え方です。誰かが話しているの、私たちは自然にそうしていませんか。日本語を勉強するときに勉強しているのは、さっきモデルが欲しいって言いましたけど、誰かが話している話し方を真似していませんか、自然に。私は多分そうしています。韓国語を勉強するときはヒョンビンの真似しようとかですね、そういうふうにあれがちとかなんかすぐ言ってしまう。そういうふうな、モデルが必要だ。でそのモデルを真似することによって勉強しようという、マスターテキストと私たちは呼んでますけれども、元になる文章を真似しているうちに自分のことが言えるようになるという考え方です。簡単に言うと。で目標は、学習者に日本語の言葉を持たせること。簡単に言うと、これ私たちが日本語の目標に考えるのは普通こっちです。つまり話す材料が必要、つまり文法とか語彙とかそういうものが必要だとですね。それからもう一つは、持ち合わせた、つまり私たちが今まで勉強した日本語の知識を使ってそれを使ってみること。その二つが目的になるんですが、大抵の場合は AA で終わってしまうんですよね。私たち忙しいし、特に、基礎文法とか基礎文型とかっていうのを勉強するので精一杯。特に先生は授業の中では授業時間がないですから、今日は A は B です、終わり。明日は A は B ではありませんとか、そういうふうに、文型を中心に物事を考えてしまいがちです。それとあと基礎語彙なんですけれども、基礎語彙って要するに言葉ですよね。お父さんお母さんとかですね、そういうふうな言葉を勉強しなければいけないけれども、実は授業の中ではどっちかっていうとどうしてもこっちに力が入ってしまって、語彙が足りないっていうことありませんか。はですは知ってるけどそこに入れる言葉がない、ありませんか。そういうのよくありますよね。ですから、基礎語彙というのをもう少し重視するべきではないか。語彙ベースに考えればいい。特に韓国語と日本語の場合はそうですね、語彙が とても大切です。そして、もう一つは、日本語の言葉を言語活動の必要に応じて適正に使うというのはどういうことかというと、コミュニケーションということなんですけれども、コミュニケーションの教育って言ったときに先生方にお聞きしたいんですけど、コミュニケーションの教育はどのような方法でしていらっしゃるでしょうか。方法が決まっている。どうでしょうか。どういうふうにやり方決まってますか。はい、コミュニケーションの教育、なるほど、 A と B に分けて会話をする、そういうふうな方法。実はですね、
先生方いろんな工夫をされていると思うんです。クラスによって、やり方が違ったりしますよね。つまりどういうことかというと、逆に言うとですね、やり方があんまり決まってないんですよ、簡単に言うと。で、私たちの、今度新しく入れる基礎です。ここちょっと注意してください。基礎日本語の勉強は実は会話はありません。え？と思われるかもしれません。会話はないです。つまりテキストの中に会話っていうものはないんですね。なくてもいいと思っています。で、ここのやり方っていうのがあんまりよく分かっていないので、ここのやり方についてもう少し考えてみようというのが、このテキストです。じゃあ自己表現活動って一体何？さっきの話に戻りますけれども、簡単に言うとですね、ここで見たテキストから、習った要素を組み合わせて自分の言いたいこと、ディスコースっていうのは簡単に言いたいことだと思ってください。言いたいことを言う。で、その時に言いたいことを言うためには材料が必要なんですが、必ずしもそれは文法じゃなくてもいい。そして A さんと B さんの会話も必要なんですけれども、一番大切なのはまず教科書を見て読んで聞いて、その教科書の人と話をしてみたらどうでしょうか。この中に李さんという人がいますが、李さんはどんな人なんだろう。考えるだけでその李さんと私たちは何らかのインタラクションをしています。そうじゃないですか。テキストに出てくるいいテキストと悪いテキストありますよね。そのテキストを見ててそのテキストが好きになるようなテキストってありますか。このテキストに出てくる登場人物私は好きありませんか。愛してます。いや、そこまで言わなくてもいいですけれども、いい人物、それからとても悪い人物が出てきたり、そういう教科書あんまりないんですよね。あ、こいつ悪いな、ナップンノムだっていう教科書はあんまりない。つまり今までの教科書は性格のない人が出てきて性格のない話をしていたわけですですよね。私たちがでも話したいのは自分自身が言いたいことですから、言いたいことはいいことだけじゃないはず。いろいろなことを、その人たちが話していることとインタラクトしながら、学んで話せるようになることが大切だということです。つまり言語事項を勉強確かにするんですけれども、言語事項を使って何かを言うっていう力をつけたいなっていうのが目的です。で、そのためにマスターテキストっていうのを作るんですが、さっきももう言いました、登場人物が言うんですけれども、読むことによってあるいは聞くことによってその登場人物と私たちは何らか考えますよね。こいつどんなやつかなって考えますよね。その人が教科書の中でいろんな物語、いろいろな出来事にぶつかって喜んだり悲しんだりする、一緒に笑ったり泣いたり、泣くところまではなかなかいかないんですけれども、します。で、その各科のマスターテキストを自分の方法で自分の経験に照らして言い換えることで、いろんなことが話せるように結構なるんですね。つまり同じテキストを言えばいい。そしてもう一つは文型文法事項というのは私たちはあんま教えません。いや、これは韓国語と日本語だったら簡単だという話ではなくて、どこの国から来ても実は基礎的な日本語の部分で、私たちが基礎的な日本語と呼んでいる部分では、あるいは、JLPT だったら3級ぐらいまではそんなに難しい文法ないんです、実はね。ですからあんまり難しい説明をしなくても、文を見た方がよくわかるので、語彙と文法を注意深く並べてあげて自然にわかるようにしておけば、それから書き言葉と話し言葉、これ大切なんですけど、書いて覚えてもらわないとなかなか覚えないんですね。ですからひらがな、カタカナ、漢字も一生懸命やろうというふうに考えています。じゃあ何なんだっていうんでちょっと見てみましょう。これはちょっとすいません、ピンボケになってしまいましたけれども、これが実はこのテキストの、本当の、中身なんですが、もうちょっと綺麗です。すいません、なんかピントがずれていまして、スキャナーが調子が悪かったようですが、李さんはこんなこと言っています。朝はいつも7時半に起きます。どうですか。いや、それは簡単ですよね。これ第2課3課ですね。そして朝ごはんを食べます。8時半に学校に行きます。自転車で学校に行きます。学校は近いです。自転車で10分ぐらいです。それはこれ普通の教科書やんと思うかもしれませんが、本文に載っているのが面白いのは会話はないんです。これで終わりです。この文を覚えていただく。朝はいつも7時半に起きます。もうみんな朝はいつも7時半です言ってください。
朝はいつも7時半です。皆さんはすぐ言えますよね。でもこれ日本語勉強したことない人は結構言うのが大変です。まず言えるようにしていく。オーディオリンガルメソッドというのがあります。それと同じです。そしてシャドーイングとか聞いたことあるかもしれませんが、そのような方法を、あらゆる方法を使ってこれを覚えるように考える。じゃあ文法の説明はどうしますか。もう書いてあるんですね。登場人物のディスコースに独立した文法説明はありません。この中に例えば2は Indicated Destination と書いたらもう分かるんですね。そんな難しい説明はいらない。なぜかというと言ってる内容が単純だから、そんな難しい説明はなくてもいいんです。とにかくこの言い方を覚える方が大切。これは実際にどのようなことを話しているかっていう、表です。今はこの中の3課の私の1日4課ですね、ごめんなさい、1日について話してますけれども、そのようなことを今のようなことを覚えていくことでできるんですが、ポイントはですね、トピックが中心です。最初は自己紹介、家族の紹介、最初の段階で話せることはこれぐらいなんですよね。ちょっとここで質問があるかもしれませんけれども、なんで日本語の教室以外で家族の話しないですよね。わからないですけど、初めて会った人、私のお姉さんはですね、結婚していますとか言いますか。あ、関係ないやんとか言われますけれども、まあここも一つのポイントです。教室の中で使うトピックっていうのが大切なんですね。で、好きなもの、好きなこと、私の一日、金曜日の夜、外出、金曜日の夜何しますか。あ、これはよく話しますよね。金曜日の夜何をしますか。そして次の回になったら何をしましたか。まあこれだったらいろんな話ができそうですよね。このような形で、注意深く、例えば何をしますか、何をしましたかっていうだけでもう現在、過去、未来分かるわけです。教えなくてもいい。このような形でやっています。これはまあ続きですけれども、全部で、初級これは100と200、それぞれが12課ずつで全部で24週、私たちのクラスは全部で1学期が15週でそれで終わりなんですけど、15回でこの課を終わります。でこのような、形で、カリキュラムを構成しています。これが、この新しい、私たちが考えたカリキュラムなんですけれども、じゃあ具体的にどうやって勉強しているのって興味が湧きますよね。そんな、マスターテキストを覚えるだけでいいです。そんなに簡単にいくのって思うかもしれません。じゃあどんなことやってるかを見てみてください。1週間で実は授業は3回あります。3回しかないと言った方がいいかもしれません。3回しかないんですけれども、その中で1回は90分です。ちょっと長い。皆さんも1時間話を聞いて疲れてきた頃だと思いますけれども、このように90分の授業で3回、全部で 9×3 で270分でこれだけのことをします。最初の授業では受動的理解、つまり先生の説明を聞きながら、そのテキストについて理解します。ここで完全に覚えてなくてもいい。とにかく聞いて繰り返して、そして説明を読んで、この文章は一体何を言っているのかな、ディスコースと呼びますけど、この文章は一体何を言っているのかが分かって、まあそこでいいです。で次の日まで覚えてきてねって言っときます。覚えてきたかな、次は、覚えてきたかなっていうのを確認します。最初に昨日言ったよ、覚えてきたよね、昨日覚えてきたよねと言って言わせます。でも 80% ぐらいの人しかできないと思います。でも 80% できたらそのクラスはいいクラスなんですけれども、ただ模倣をすると言ってますけど、真似をするだけじゃなくて、そのことが理解できているかどうかが大切なので、ここで普通の授業のでは皆さんもやって、先生もやってられると思いますけれども、この内容について聞きます。李さんは朝何時に起きますか？聞きますよね。と、李さんについて私たちはもう語っているわけです。かーっていう質問がもう出てきますよね。自然に。何時に起きますか？そうすると教科書に何々しますかっていう会話がなくても、教室の中で会話が起きているので、会話はしなくてもいいっていうのはそういうところです。で、ここでローカルなっていうのは、つまりクラスという授業という場面の中で会話が起きているからローカル。でも私たちはその知識を使って外でも会話をすることができるんですね。初級のレベルということをちょっと頭に置いておいてください。で、かをつけるだけで質問になる。
これは韓国語も日本語もとても便利な言語です。で、続いて、これをやった後で十分模倣して内容が分かったら、次は自分のことについて話してもらいます。単純ですけれども、今習ったテキストに合わせて自分の話をしていただきます。つまりこれまでに勉強した、あるいは自分の中にある言葉の再利用をします。しかし自分のことを話そうと思ったらどうでしょうか。教科書には載ってない言葉も当然出てきますよね。李さんは工学研究家と言っていますけど、私は経済学研究家ですって言ったら、でも経済学研究家日本語で知らなかったらできないので、この中には、テキストバンクが、ワードバンクが入っています。セクションがいくつかに分かれていて、全部覚えなくてもいいけど必要な言葉をこの中から選んでねっていうセクションがあります。そのセクションから自分の必要な言葉を選んで、その範囲内で、勉強してもらえばいい。で、じゃあ評価はどうするんですかということですけど、評価はこのマスターテキストができるかどうかだけで評価します。で、最終的にはですね、これで発表してもらうんですけど、発表する前に必ず原稿を書いてもらいます。発表する、書くと必ず考えなければいけないですよね。ひらがなもカタカナも書かなければいけません。つまり総合的な活動の中で自然に日本語を学習していこうということです。ただ3回では実は正直足りなくてですね、時々学生さんに頼んで4回目というのを作ってですね、エッセイ発表してもらったり、これは日本人学生に頼む、これ日本でやってる有利なところですけど、日本人学生さんに頼んでちょっと聞いてあげて、で聞いてもらったりします。そうすると学生さんのモチベーションはガッと上がるんですね。あ、オーディエンスがいるのはとても大切なことです。今日も私ここに皆さんが一人もいなかった先生たちだけだったら多分盛り上がらなくて、何もしないと思うんですけれども、このように、自己の言葉を再利用するのにオーディエンスは必要ということです。このような、ことで初級の授業を行っています。これが私たちが教材として今のところ完成したものなんですね。2012年8月より発売しております。もう一回言いますけど買わなくていいですよ。ただし、買わなくてもいいですけれども、ここに見本を持ってきましたので、買いたいなと思った方は後でこちらで、手に取ってご覧ください。さて、ちょっとお疲れだと思いますけど、専門日本語についてです。実は皆さん日本の大学に留学するつもりはないというお話でしたので、もうこの話はやめようかなと思っていますが、簡単に話をします。日本の大学で特に私たちの大学は初級の日本語を勉強しに来る人たちは実は多くなくて、多いのは専門的な日本語、ある程度日本語能力があって、そしてさらに専門をやるために、あるいは大学の中で活動するために日本語が必要だと思っている人です。つまりアカデミックに特化した中級とか上級の日本語教育というのを私たちは力を入れています。さっきの図がもう一回出てきますけど、この部分ですね、実はですね、さっき言ったジャパニーズ100から500っていう総合日本語は短期の留学生の方が中心になって、1年間だけ日本に来て勉強する人が中心に取る授業ですが、この専門日本語課程というのはこれから大学院に入って勉強しようとする人が中心です。もちろん両方混じっていますけれども、で、その中で今日は特にアカデミックオーラルコミュニケーションについて、つまりオーラルって何ですか？口ですね、オーラルですね、オーラル、オーラルですね、口頭で話をすることについて考えてみたいと思います。大学というか皆さん留学したことがあるという人ちょっと言いましたけれども、外国に行って勉強するとですね、実は外国語を使わないんですよね。こんなこと言ったら日本語を勉強する気がなくなるかもしれないので叱られるかもしれませんけれども、実は私たち今の世界一日中話さなくても暮らすことができます。そうですね、朝起きた、朝ごはんはマクドナルドに買いに行き、図書館に行って図書カードを機械に通して図書館に行って勉強して、で研究室に行って、そこで日本語使います、おはようございます、日本語を言って自分の机について勉強して、帰りはコンビニに行って弁当を買って帰って家で食べる。今日発した日本語はおはようございます一言だった。
そういう経験をしたことがある人がいるかもしれません。で、そういうふうな実は実際に大学院生は多いんです。そうですよね、日本の大学院で勉強した方はそういう経験があるかもしれません。今日も一日話さなかった、いやそれはそれで平和な人生ですけれども、これはまあ簡単にここでということですけど、日本に来てすぐそういうふうな生活に入ってしまうとですね、実は研究に支障がいろいろ生じることになります。もちろん精神的にも寂しいとかですね、辛いとかということもあるかもしれませんが、研究がこれからスタートする学生の特性ってどんなものかというとこんなもんですね、研究留学生で研究をこれからスタートしますし、それから日本の研究環境もどんなものか知らない、大学ってどんなところかわからない、もちろん韓国と日本のようにですね、割と似通った国だったらいいんですけれども、全然違う文化も全部違うような国から来る人が多いんです。そうすると研究室の文化っていうのも違うんですね。私もよく分かりませんが、この大学だと研究室っていうのはどんなものか、先生はどんな人か、どんなメンバーがいるんでしょうか、何人いるんでしょうか、そして、いつ学校にいるんでしょうか、ね、そして、日本語能力できたとしてもですね、日本の研究経験がないわけです。そしてもう一つはですね、大切なことは時間がないんです。研究したくて来てるんですから、日本語を勉強したくないんです、本当はね。ですからそのような人たちにどうやって、勉強していただくか、そして研究するとか研究室とかっていうものはどんなものかも分かってもらわなきゃいけないということで、アカデミックなオーラルコミュニケーションコードを選んで、そして取り上げるテーマもそういう研究室を知るっていうことに特化する、来たすぐの時なので、今から入るところはどんなところでどんなことが起きるかっていうことに集中しています。で、研究コミュニティと言ってますけれども、大学にはやっぱり研究をするためのルールがあるんですよね。先生の部屋にいつ行ったらいいか、すごい最初は遠慮してしまいませんか。先生の部屋を何回ノックしたらいいか、何回、3回、ね、だ3回ですか、何回、1回、ドン、地震かな、ドンドン、ドンドンドン、ドン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 、何回でしょうか。日本では2回です。ですよね。つまり3回ノックしてしまう人、でもそれは別にそれは害はありません。実際行動ですが、あんまり害はないんですが、あ、コンコンコンって来たら、あ、新しく来た留学生だなっていうことは分かります。このように、まあ、今のは簡単なことですけれど、しょうもないことですけれども、研究室に入って特に理系の学生というのはですね、一人で研究しているわけじゃなくて、あるプロジェクトチームを組んで、そのプロジェクトチームの中でチームの一員として機能しなければいけない。これは会社と同じです。そのようなチームの一員になるための、メンバーシップの獲得っていうのが研究が自分ができるかどうかにかかってくるんですね。で、フォーマルに勉強を本読めば勉強できるわけじゃなくて、研究できるわけじゃなくて、お互いに情報交換をして、いつ学会発表したらいいか、学会発表の方法はどうしたらいいか、そんな情報を得なければいけない。別に仲良くならなくてもいいんですけれども、情報は欲しいわけです。で、そのようなために、研究室のフォーマル、インフォーマルな活動を発見していかなきゃいけないんですね。で、研究の各段階をシミュレートして、どういうことが起きているかを皆さんに体験していただくというふうな教育を行っています。そして、研究生活へ適応するようにですね、これはですね、よくあることなんですけど、私の先生はってよく言うんですね。私の先生は高校です。で、私の先生は私のやりたいことと違うって、先生と対立してしまう。実はそれはどこの研究室でも起きていることなのに、私の先生は悪い人ですっていうふうになってしまうんですね。先生と私だけの関係になると。そしてちょっとしたすれ違いが大きな喧嘩になって、そして研究をせずに帰ってしまうという人もたまにはいます。でも友達に、他の研究室の友達がもし同じ国じゃなくてもいたら、うちの研究室もそうとかっていう話をしていると、あ、そうなんだ、こういうことなんだなって、だんだん相対ができるわけです。そして、これは一般的に日本ではこんなもんだねっていうふうに、まあ、受け入れるか諦めるか無視するか、どれかになるわけです。
で、さらにですね、もっと積極的にその、コミュニティの環境を利用して勉強したらいいなっていうふうに思っているところです。そして、アカデミックな活動っていうのはこのようなことが、場面としては考えられますね。こういう人たちが出てきます。指導教員や先輩後輩で、さらにですね、やっぱり同じ日本語でもアカデミックなので論理的に話さなければいけません。今私の話が論理的かどうかというのは聞かないでください。でも論理的にあることについて話さなければいけません。そして、同じことを繰り返すんですね。実は毎回私は授業は半期ごとに同じことを繰り返すんですけども、同じことを2回3回授業でやっても、日本語の授業ですが、授業でやってもその人の経験値が変わっていくので、やることは変わっていくっていうふうな授業を、やっています。もちろん研究室に入ってマスター1年とマスター2年ではやることが全く違います、ね、全く違うので、その経験に基づいた、授業をやっています。どんなことをやるかというとこんなことです。内容的には、自己紹介や日本語のスタイルとか研究室を知る研究相談、つまり自分の研究室に行ってインタビューをしたりとか、自分の研究室について観察をしたりとか、ですね、そういうことをしながら、一方で日本語の内容としては聞き手の行動、相づちとかですね、それから、ここにあるように前置き、会話の前置きですね、実は、実はっていう日本語はよく使うんですね。実は何々 で前置きしないと日本語ってなかなかできない。これは後での話にも出てきますけれども、それから、ここですね、対立した時どうするか、それから、論拠に基づいた意見、誰々がこうこう言ってるから、こういうのが大学とか大学院にはとても大切なんですけれども、このような内容を、こう活動、こっちの活動、スピーチとかインタビューを通しながら学んでいきましょうというのが内容です。こんなこと言ったらもう時間になってしまったんですけれども、もうちょっと話してもいいですか。ありがとうございます。ここからは、これが今まで基礎日本語教育とそれから専門日本語教育です。で、さらにですね、私たちが新しく開発している OUS では、今さっき日本語学習している人が増えているというふうに言いましたけれども、教室で全部の学生さんを受け入れてやることには限界があります。例えばさっき4年間で600人増えましたというふうに言いましたけれども、教室の数が増えるわけではありません。で、以前は教室に一教室に10人ぐらいだったんですけど、今は一教室に30人ぐらい入っています。なんだか地下鉄に乗っているような感じで授業をしているんですけれども、いや冗談ではなく本当にそのような感じです。それでは学習の効率が上がりません。暑いだけですよね。あるいは相撲が強くなるとかですね、そのような効果しかありませんので、共同学習のメディアとして、こういうふうなことを考えています。これまでIT の使い方いくつか考えてみたんですけれども、これ何か後でお話ししますね。それから、教育の基盤として SNS を開発しました。つまり目の前にいなくて もう皆さん Facebook をやってる人、プライバシーですとかっていう人もいるかもしれませんが、Facebook をやっている感じです。簡単に言うと、つまり、友達に会わなくても Facebook で情報がいつも来ていれば、あ、この人はまだ生きているなということが分かりますよね。あるいはこの人はこんなことやってるんだ、面白いな、刺激を受けたり、あるいはなんだ、私に話さずにあんないいところに行ったのか、腹が立ったりとか、いろいろありますよね。つまりこのようにお互いに自分の生活の中に、学習を取り込んでいくために SNS を、特別な SNS を開発しました。これは後で、お話しします。それから、デバイスの変化と学習の変化というのはこれはどういうことかというと、今大概の人はこんなもん持ってますよね。スマートフォンですね。これたまたま iPhone ですけれども、サムスンで何でも構いません。スマートフォンを使って、これでもスマートフォンというのはフォンじゃなくてフォンとして使ってる人はあんまりいないですよね。大抵みんな頭がですね、最近の地下鉄の風景というのはみんな頭でしか見えないですね。誰が誰だかわからない。このような、ことで私たちは今までパソコンでやっていたことをほとんどスマートフォンでやっていませんか。そうですよね。メールとかフェイスブックを書くとかっていうのは大体そうです。写真を撮ってすぐフェイスブック、
そうですよね。そういうふうな生活に変わってきています。それから、皆さんいろんな年代の人がこのクラスはいるかと思いますけれども、一般的に言って生まれた時にうちにパソコンがあったっていう方、さすがにそれはまだないですか。でも物心分かります。小学生ぐらいにはあった。そうですね、そうですね、車の免許を取るよりも先にパソコンを使っていた。そうですね、車の免許がないっていう人も今たくさんいると思いますけど、このように、パソコンとか IT とかウェブとかですね、それは当たり前なんです。実はでも何年前に始まったかというと、それは1995年ですから、そんなに ある一定の年代以上の方にはそんなに昔じゃない、この間じゃないって思うんですけど、若い人にとっては十分昔です。で、このような変化によって、私たちが力を入れなければいけないものは変わってきた。ウェブだったんですけれども、昔ちょっと前まではウェブ、その前は、e-learningとか言ってたんですね。で、e-learningっていう言葉は最近あんまり聞かなくなりました。この大学もサイバー大学ということで、サイバーという言葉を使われてますけど、 e-learning 大学っていう名前だったら多分ダメですよね。少なくともスタイリッシュじゃないと思ってしまいますよね。サイバーだったらいい。で、いやすいません、それでもまだ e-learning 学会という学会を私たちはやってるんですけれども、e-learning だったのがウェブになって、ウェブが IT と言われて、 IT というのが今は何やってるかというと、例えばiOS アプリとか Android アプリ、アプリっていう言葉に変わってますよね。ですね。そのように、時代によってデバイスも変化するし、人間も変化するということで、それにどんどん対応していかなきゃいけないというのが、私たちの課題になっています。で、ただしですね、このようなことをずっとやっていると、いくらでもお金がかかるわけです。毎日開発すると、毎日、一つのソフトを開発するのに大体皆さんいくらぐらいかかると思いますか？いや、10億ウォンぐらい。じゃあ私開発しますから出してください。そこまではかかりません。そこだって10億ウォンというかかってたら10億ウォン売らなきゃいけないですよ、ね、回収できない。10億ウォンかかるソフトはさすがにありませんけど、でも十分その10分の1ぐらいはかかるわけです。10分の1ということは1000万ウォンぐらいはかかるでしょう、安くても。じゃあ11億ウォンですね。1000万ウォンだったら安すぎますね。1億ウォンぐらいはかかる場合が多いです。それを毎日作っていたらすぐにお金がなくなるということは皆さんすぐ分かると思います。ですからお金がかかることと、それからお金がかけなくても済むことのバランスを考えなきゃいけない。だって毎日会う人に、よく皆さんもありませんか、毎日会ってる友達に後でFacebook で連絡するね、そこで話せばいいのに、そういうことありませんか。そのようなことです。で、まず最初ですね、私がなぜこのようなことを やり始めたかということですが、簡単に言うと、Moodle という、聞いたことがありますか。LMS と言いますけど、授業を管理する、ソフトウェアがあるんですけど、聞いたことなかったらもう簡単に言います。その授業支援ツールとして、使って、つまりネット上で授業をやってみました。例えばグループによる読解とビデオ視聴を使って授業をやってみたりとか、阪大ラジオって何かというとですね、ポッドキャスティングってありますよね。ポッドキャスティングでですね、私たちはクラスで輪番でですね、番組を作ったんですよ。で、阪大ラジオと名が付けたんですけど、あんまり誰も聞いてくれなくて、クラスのメンバーしか聞かなかったんですけど、まあとにかく、番組を作ったり、それから人間図書館、これはですね、自分の興味のあることをですね、e-book にして出版したんですね。で、これは友達同士で読んで、それに評価をつけるみたいなことをやった。まあ今でいう、Facebook はその頃な、あんまり使われてなかったので、そのようなレビューサイトを作ったり、それから、最近ではプロモーションビデオを作ったり。これ一体何かっていうとですね、ネットを使った方がいいことだけネットを使った方がいいということなんですね。つまり共同学習実践というのが、週に1回しか授業、実は大学の授業、普通のレギュラーの授業だったら週に1回とか多くても3回しか会わないので、いろんなことを学生さんたちがお互いに話し合うということはないですね。皆さんどうですか、隣の人を見てください。知ってる人、当然知らないですよね。そりゃそうですね、サイバーですから。今日でも特別講義に時々来て会う。それじゃあ寂しいので、このようなネット上で会ってグループを作って、その上で話し合いながらいろんなことを作って完成物を作りましょう。
ということなんです、私たちの、授業、これは学部1年生のためにやったんですけど、なぜかというと学部1年生はそもそも大学院1年生と同じように寂しいんです。一人で自分の国から留学してきて友達もまだいないので、友達を作りながら共同的に日本語を学習しましょうということで、このような活動をしました。あ、これ飛ばします。で、授業はこんなことで、一番下 の、 その大学の PR っていうビデオを作りましょうっていう課題を作ったんですね。そうすると、大学の PR ビデオってこの大学もあるかもしれませんが、どこの大学も最近は作ってます。で、大阪大学の見せたんですね。大阪大学の公式ビデオっていうのはですね、とっても公式で、つまりフォーマルで、すごく面白くないんですね。大阪大学は80年前に設立されそんな話がずっと続くわけです。つまりマスターテキストになってないので、トピックを決定します。こいつ阪大公式 PR ビデオをやっつけろっていうのを作って、グループで作ってもらいました。これは授業のクラスのメンバーですけれども、いろんな国の人がいるのはちょっと見えにくいかもしれません。いろんな国の人がいるのが分かると思います。それでこんな形でグループを作って、ブレインストーミングどんなものを作るかな。ただ大切なのはストーリーボードを、こうですね、ストーリーボードを決めて、そして役割を決めて脚本を書く。必ず脚本を書いてもらいます。これはクラスの中でやっていたら時間が足りないですね、当然。ですからうちに持ち帰って、その、ムードルっていうネット上に上げて、掲示板でみんな話し合って作るということです。そして役割を作って、脚本を作って練習をする。ただしここで問題な、大切なのは練習を、みんないつもは会ってないけど、会った時には一緒に練習しようということなんですね。会った時には顔を合わせて練習しないと意味ないんですね。会った時に脚本作ってても意味ないわけです。で、練習をして、撮影をして、編集をするところまでは一緒にみんなスクーリングでやりましょうということで、完成公開はみんなで見て盛り上がろうというふうな話をします。実際にはこのようなアフレコなんかを作業としてあります。完成物ちょっと見せるのはどうかと思うんですけど、ちょっと見てみましょうか。こんな感じですね。かっこいいですね。そうです。音がちょっと小さいかな。あ、ちょうど韓国人の学生さんですね。なんかちょっとどうかと思うんですけれども、
失礼いたしました。このようなビデオを作ってですね、最初のジャーンという大阪ユニバーシティで出てきたのは、あれは大阪大学の公式ビデオから切り取って自分たちが勝手に使っているので、本当はビデオに撮ると危ないかもしれませんが、このようなものを作って結構よくできてますね。でこれを作ったのは、そんなに難しいことでは最近はなくなっていて、スマートフォンで撮って、そして iPad でスマートフォンで編集して、そのまま出してもらったんです。でビデオを使ったりするのは今そんなに問題ではなくなっています。ちょっと前はビデオの編集というと大騒ぎだったんですけれども、すごく簡単にできる、そして自分たちがやりたいことをすぐに表すことができるんです。まあ、これはですね、映してもいいよと許諾をくれた学生さんのものなので、他にももっといいものがあるんですけれども、まあ、これもなかなかいい出来だと思います。このように、作らせてみると自分たちで考えて、まあ、思いもよらなかったようなものを作ってくれる。そしてその間にいろいろ日本語でやり取りしてますね。出てくるのはほとんど、留学生ですけども、留学生じゃない日本人の人も協力してくれました。その過程でいろいろなことを学んでいくということができるという、日本の大学だからこそできることもあります。で、こういうふうなものを使っていたんですけれども、まあ、ここでMoodleっていうのを使ってやっていたということです。これ専門的なことなのでどうでもいいことなんですけれども、簡単に言うと、Moodleというのは無料で提供されている、一般用の SNS サイト、LMS サイトなんですけれども、それでは私は楽しく使っていたんですが、先生が問題なんですね。学生さんも私もデジタル的なビデオを作ったりは簡単、ああ面白いねってやってるんですけど、他の先生にやったらどうですかって言うと、いや私は PC に触れると火傷するので、なんか、南波さんPC が動かないんですけど、いやそれスイッチが入ってませんとかですね、そういうふうなことがよく起きます。そういう方々にも使っていただけるように、難しいことはとにかくやめて、ボタン一つで何かをできるような、簡単な SNS ができないかということで、考えてみました。で実はですね、私たちのセンターは、以前からウェブを使っていろいろなことをやっていて、ウェブ履修登録、それからウェブ上で日本語のチェックっていうのをやっています。これは今世界中に公開していますので、履修登録は公開していますが、レベルチェックは公開していますので、皆さんも興味があったら、私どもの、ウェブサイトを見ていただければ、自分の日本語のレベルどれぐらいっていうのを測ることができると思います。でそういうものを統合した SNS を作ってみました。で2002年の4月より稼働ということになってますが、まあ、これはちょっと時間がないので、あとお見せしないようにしましょう。やってみました。で SNS の詳しいことについてはもうちょっと時間がありませんので、サイトを見ていただければ分かるようになっています。そこに皆さんにお配りした資料にアドレスが書いてありますので、ご覧ください。でさて、このようなことで、デバイス、今度は3つ目の話ですけれども、そうはいえ、コンピューターを介していろいろなことをやっていますけれども、最近は、コンピューターに行くのが面倒な人が今度は逆に増えてるんですね。スマホができたがためにコンピューターのスイッチ入れるのが嫌っていう人いませんか？いますよね。わざわざ立ち上がるのを1分待つのも嫌、そんな人はカップラーメンの食べるときどうするのかと思いますけれども、それで以前はですね、このようなサイトを作っていました。これは GCN 大阪といって、これは大学の中だけじゃなくて大学の周辺を含め、それから日本語の授業は日本語の学生さん、日本語じゃなくて学生さんだけを相手にしているんですけれども、大阪大学には学生さんと同じぐらいの人数の外国人研究者という人たちがいます。でそういう人たちも日本語を勉強する必要があるんですが、なかなかその人たちは学生以上に忙しいので来ることができないので、このようにネットを使って、教材を提供していました。どんなものか、ちょっとタイトルだけはお見せしますけど、GCN イチョウジャパニーズ、イチョウっていうのは大阪 の大学のマーク、これイチョウですけれども、そうなんですね。イチョウ日本語の、これはビデオで授業をする、こちらの大学もそうかもしれない、ビデオで撮ったものを、授業で流して、それを見ながら練習帳で勉強するようなものです。それから、理工系の日本語っていうのは、これは理工系の日本語の、これはPDF でダウンロードするだけです。それから、キャンパスの単語帳ですね、これは話す材料を与えるので、与えるように、単語帳をクリックすると音が出る。
何て言ってるか分かるとかですね、それから表現力を作るということで、例えば漢字を勉強するとかですね、場面会話集、これは学生さんに作ってもらったんですけれども、キャンパス内でどんな言葉が使われているか、やっぱりそれぞれのローカルの言葉ってあるんですね。日本語だけじゃなくて韓国語もそうだと思う。この大学にしか通用しない言葉、大阪大学には例えばサイリバスっていうのがあってですね、バスなんですけど、サイリバスのサイリっていうのは日本人でも誰もわからないんです。サイリ州っていう意味なんですけど、大阪大学はキャンパスが3つに分かれていますが、その1つのキャンパスは1年生だけが授業を受けるキャンパスなんですね。で、2年生3年生になると残りのキャンパスに移動します。ですが1年生の時に単位を取り落とした学生はこっちのキャンパスからこっちのキャンパスに行きます。そのためにキャンパスの間を走るバスが20分に1回走っていますので、そのバスに乗ることをサイリバスと呼んでいるんですね。そういうふうなことは私たちも知りませんでした。そういうふうな学生の言葉というのを勉強したりします。こういうふうなものをウェブで提供していましたが、ウェブで提供するということはウェブのところに入っていかないと、つまり PC があるところでないと学習してもらえないんですね。ですからいつでもどこでもっていう割にはいつでもどこでもじゃないんですね。それなので、最近はこんなものをちょっと作ってみました。これはですね、日本語の漢字、あ、ちょっと iPhone5 みたいに長くなってしまいましたが、iPhone6 はもっと長いんでしょうか。日本語の漢字っていうパーフェクトマスターと書いてありますけれども、こういうふうな、漢字アプリを作って、実はこれはもうすぐ、発売になる予定です。ちょっと今日私セールスマンみたいですけれども、これはですね、手書きで漢字を書くと、このように判断して判定してくれるという。で、ポイントはですね、例文です。例文が教科書に合っていると。で、教科書とついで使うと非常に役に立つというふうなものを私たちは作りました。これで2倍儲けようと思っているわけではありません。値段はですね、言ってもいいのかな、発売前ですけど350円もするんですね。4000ウォンあったら買いますか。4000ウォン、3999ウォン、買ってほしいなと思っています。とにかくこのようにウェブからアプリへということで、学習の方法も変わってきている。ただし問題があります。それは何かというと、ウェブだったらですね、ログ管理とかできるんですが、アプリは誰がいつどのように勉強したかわからないんですね。わかるようにすることも可能ですが、面倒くさい。ですから、どこでもできるようになるといついい加減になるんですよ。皆さんもそう、こんなところでこんなことを言うのはなんですが、さっきも言いましたけれども、ビデオの前にいるあなた、実際に会っているのとどちらが気合が入りますか。どうでしょうか皆さん。で、そのように考えると緊張感を続けるためにはなかなか難しいんですね。それで緊張感を途絶えさせないための工夫がこれから必要になってくる。あるいはそんなに長い時間しなくてもいい、1分2分やったら役に立つようなものを考えていかなければいけないなというのが今の私たちの課題になっています。ということで、今日もうちょっと時間がこのような時間になってしまいましたので、もう一つの話、こうですね、日本語学習の新しい視点ということをお話ししようと思っていましたが、これは、次回私がここに来た時にお話しすることにさせていただいてよろしいでしょうか。ちょっと前振りが長くなって、失礼いたします。ちょっとじゃあ簡単に結果だけ お話ししておきますが、日本語話者、韓国語話者、中国語話者を比べてみました。どんなことがあるか、これ韓国語の人ですけど、年齢、仕事、結婚、仕事、結婚、これは何かというと話題です。話をするときにですね、皆さんも経験ありませんか。もちろん韓国語の特性として何年生まれですかって聞かなければならない。年齢を聞くっていうのはしょうがないですよね。これはね、システム上しょうがないので、それは置いといて、仕事結婚、仕事結婚、なんか私たちが4年前に取ったデータではなぜか25歳から35歳の間の人を取ったので、ロマンティックな話が多いんですね。恋人いますか、彼氏いますか、で、私の彼氏がさっていう話が多いんですね。で、結婚してる人は結婚していますか、いやまだ、結婚するべきですよそういう話が多いですね。つまりこれはですね、話が展開する仕方がですね、
実は日本の人とはちょっと違うなっていうことが分かったんです。じゃあ日本はどうだろう、考えてみるとですね、こんなふうにこうなってるということなんですけど、ちょっとこれは今日は飛ばしますが、日本人はどんな話し方をするかというと、こんな話し方をします。ゴルフの話題、きっかけ、ゴルフは日焼けしますよね、スポーツか何かやってますか、いや体力最近落ちてね、じゃあこんなことゴルフは役に立ちますよね、でも費用がね、それからというふうにゴルフの話がずっと続いたら、結論が出るまでゴルフの話を続けます。で、ゴルフから、いやお金がかかるからって次の話題、いやところで家内がさ、なかなかお金出してくれなくて、そうね、お金かかるもんね、ゴルフって、そしてゴルフでスポーツの機会はお金がかかりますよね。で、最近そういえばこの頃ビリー・ザ・ブートキャンプっていうのが流行っていてですね、こんななんかアメリカ人のおじさんが、踊ってるやつがありましたね、そういうのがあったので、でそうしたらそこからあれすごい筋肉ムキムキだよね、もんちゃんだよねで、いうふうな話でどんどんと運動の話を続けていくということで、日本人の子を見てみるとどういうことかというと、話題1が出たら、まず話題の導入があります。ところで何々で展開があります。そうですね、それについて語る。そしてどっかで終わりを見せなければいけません。そうですよね、なるほどと言ってから次の話題の話を導入します。実はねとか次の話になります。で同じように長い話があってまた次の話になってというふうに、話題は少ないんですけど、その話題の中でずっと結論が出るまで話し続けるという傾向があることが分かりました。それに対して、例えばさっきも言いましたけれども、韓国のハイインボルブメント型と名をつけたんですけれども、要するに積極的に会話に関わるんですね。で自分のことを言いたくて仕方がない、で自分のこだわっている話題は何度でも繰り返して言うんですね、例えば、他の話になっても、ところでその仕事はとかって自分が興味があることは何度でも持ち出す。そしてところで言わないですよね、急に話題が変わる経験ありませんか。そして日本人と話をしていて、なんか相手に注意されたこととかありませんか。急に話題変えないでよね。このことは実は私たち経験から少し学んでいることもあるんですけれども、データを取ってみるとそれがすごくはっきり分かったということです。他にもですね、中国とアメリカで取ったんですが、アメリカはどうもはっきりした傾向が見られない、いろいろな人がいますので傾向が見れなかったんですが、中国になると今度はどうかというと、私たちの生活はというよりは、いや心理学の発展はとかですね、我々の国家はこのように進むべきだなとかですね、すごく大きな話になってしまう、意見を表明する場合が非常に多いということが分かりました。このようにそれ議論型っていうんですけれども、議論をして、そして対立意見を出してお互いの結論を見出すというような議論型っていうのが多かったんですけれども、ただこれは限られたデータの中だけなので本当に全部そうかどうかは分かりません。で、このような話がまた気がつくこと、つまり違う国の話を違う国の人と話をしている、あるいは違う言語を持っている人と話をするときは、言語だけじゃなくてですね、例えば話題の持ち出し方っていうのも違うんだっていうことも、考えなければいけない。そうすると私たちが考えなければいけないことは言語を学ぶ上でたくさんあるなということが分かると思いますですね。アメリカ、こんなのちょっと置いておきましょう。で、終わりになんですけれども、まとめになりませんが、私たちは言語運用能力の向上に向けて、ありとあらゆる方法を考えてやってみています。で、一つ大切なことは、基礎日本語を学習する方法とやっぱり上級というか専門の日本語を勉強する方法ははっきり違う。それから大学の活動に特化した日本語教育っていうのがあるんだよっていうこと、そして、ただ単に毎日教えてるだけではなかなかうまくいかない、経験はすぐ消えてしまうので、先生たちも研究をしながら、開発をしなければいけないんだなっていうことをこの4年間で学んだということです。ちょっとまとまり、最後まとまりのない話になりましたけれども、私の話はじゃあ今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。
질문하고 싶은 거 있는 사람이 있을 것 같아요. 시간은 별로 없어서 한 두 명 정도만 해볼까 하는데, 자, 이 플로어에 있는 분들 혹시나 나 이거 좀 여쭙고 싶습니다 하는 사람 손 한번 들어주세요. 없을까요? 질문사항 없어요? 너무 뭐 여러 가지 재밌는 것 정말 많이 나왔는데 없나요? ですね、公開されているものと公開されていないものがあります。ちょっと見ていただくとですが、じゃあちょっと一旦終わらせていただきます。ありがとう。そちらにも載せていますけれども、これが私たち大阪大学国際教育交流センターという、センターでやっています。これは留学生の受け入れと送り出しを両方、やっているところなんですが、ここを見ていただくとですね、ちょっと見えにくいかもしれませんが、ウェブ履修登録システム、シラバス参照、これは普通にどんな授業をやっているかが分かります。そして、日本語のレベルチェックというところで、ここでクリックをしますと、あ、インターネットに接続されてないですね。接続されないと分からないんですけど、ちょっとすでに接続してあるのかな、こんなレベルチェックのところに入ります。で、ここから入っていただくとですね、いろいろな質問をしてきます。あなたはこんなことができますか、できませんかという話を聞きます。基本的には can do statement というのがありますけれども、 can do、 こんなことができます、こんなことをしますということを質問で聞いてきて、イエスかノーかで答えていく。まあ、ここでは5段階ですごくできるか全然できないかの間で選んでいただくのですが、それで点数がついて、皆さんの日本語能力を診断できるようになっていますので、試してみてください。ただしそれは自分が正直に答えた場合だけ正確に答えが出るという特性があります。つまりちょっとかっこ悪いからできないけどできることにしようと言ったら、正確に皆さんの嘘の答えが出ます。ですから、それは気をつけてください。それから、これが実はさっき言ったサイトなんですが、何かに似てますよね。Facebook になんとなく言っているんですけれども、まあ、内輪で使っているので許してもらいます。このようなことができるんですが、これは先生たち の、 このグループっていうのはコミュニティですね。コミュニティ、ここをクリックすれば、例えば学生さんが受けるクラス、学生さんが受けるクラス、ここをクリックすると学生さんと先生の意見交換ができるような、掲示板に行きます。で、先生はそこでいろんなことができるんですが、メッセージを送るだけではなくて、教材のファイルを整理して載せてあげたり、それから、学生さんから宿題を出したものを集めたり、例えば、このサイトで宿題を出すと、ここで宿題管理というのがあってですね、誰が出した、誰が出してない、いつ出した、出してないというのが私の方に来るわけです。で、その一覧があって、あ、何々君はまだ出してないなとかですね、そういうことが一目瞭然で分かるようになっています。で、先生はそれをチェックして、で、またその宿題管理のところからその人に送り返すことができるというふうなことになっています。まあ、これはそんなに変わったことではないんですが、実はこれは一つ一つのクラスに入ると、今ちょっとネットにつながってないのでできませんけれども、非常に簡単なブログ形式になっています。で、誰が見ても使い方に迷うということがないというのが特徴です。とてもメニューはシンプルです。これはたくさんメニューあるじゃないって、これは私は管理者だからたくさんあるんで、本当は上から4つぐらいしかメニューがありません。で、やれることも限られていますが、それだけで十分だということも分かりました。これが、SNS サイトというものです。 Moodle だったらこれは大変なことになります。それから、さっき言った GCN 大阪という中にもいろいろな教材がありますが、これはですね、 GCN 大阪というところに自分で登録しなければいけないんですね。ですから GCN-大阪として、
そこを検索してみていただくと、すぐ分かると思います。 GCN 大阪というので、やると、そこで登録することができます。ご興味のある方は見てみてください。登録しなくても中を紹介は見ることができますので、やってみることはできませんけど見てみることは可能です。そのようなことでよろしいでしょうか。